こちらは真田丸のロケスポットになったところです。2016年ですね。はい、ここは、今やってる大河ドラマのキリンが来るのロケスポットです。ここ一帯がこのロケスポットになったんですね。はい、ここから先は真田丸のロケスポットです。ここの今から行く門も、今、放送されてる大河ドラマキリンが来るのロケスポットです。ここは今舗装になってるんですけど、ロケの時には土を敷いて雨を降らせたり馬を走らせたそうです。ふわりさんは弓矢がなかなかできなかったです。こっちにもあったぞ。はい、ここは逃走中と戦闘中のロケスポットにもなってますよ。今金色堂に登っていきます。
はい、鯉の餌販売中です。鯉がいっぱいいます。すごい。いやー、いっぱい来ました。うわー、はい、鯉の餌をあげてみたいと思いますね。いくよ。あ、石の方ちょっ。はい、鯉がいっぱいいますよ。で、餌を入れた。すごい寄ってくるんですよね。かわいいです。うわ、跳ねてきそうだから。はい、藤原の里のロケ資料館です。いただきます。すごくスープが濃厚でコクがあってしっかりとした味ですね。もちもちしてすごく美味しいです。